MF レイアウト自動車設計においてフロントミッドエンジン前輪駆動配置は前輪がそのすぐ後ろ上員室の前に置かれた内燃機関によって駆動されるレイアウトである。前置きエンジン前輪駆動配置とは対照的にエンジンの重心が全車軸の後ろに位置する。このレイアウトはそのより良い重量配分のために典型的には選択される。 FF レイアウトと MF レイアウトとの間の差は小さいため、ほとんどの人々は MF レイアウトを FF レイアウトと同じであると考えている。ルノー4のローリング車種しかしながら、ミッドエンジンレイアウトは中央部のスペースを使うため、車両が長くなってしまう。そのためか、現在 MF レイアウトを採用しているメーカーはない。MF レイアウトを使用した行動者の例としては、 オンダインスパイア、ビガー、コード810、ビーサスカウト、シトロエントラクシオン、アバン、シトロエンリーエス、ルノー4、ルノー16、サーブ900、サーブソネットマーク1、シトロエン SM がある。商用車には、テンポマタドールがあった。これらの車両は、縦置きされたエンジンを持つ。横置きエンジン車は、乗員の足元空間の問題が解決されれば、理論的には可能である。 トヨタ IQ はフロント作動装置をエンジンの前に配置することで、これに近いものを実現しているが、それでも IQ は FF レイアウトであるとみなされている。従来、ミッドエンジンという用語はランボルギーニカウンタックやフェラーリテスタロッサのようにエンジンとトランスアクスルをドライバーの後ろ、5車軸の前に配置した車のことを指していたが、エンジンを運転室の前、かつ、 全車軸線の完全な後ろに配置した場合もミッドエンジンに該当する。ありがとうございます。